それでは勘太郎漬けお歌の踊りのご指導をいたします。まず最初に音楽が手を叩いてます。それから1、2、3、4、輪を描いて右の右真ん中まで開いてちょんちょんちょん、この繰り返しですので、みんなでまた踊ってみます。